1、2、3、4、よし、今日はあともう1セット頑張るぞ。あら、たぬきさんが筋トレを頑張っているなんて珍しいわね。最近サボってたけど、また筋トレ頑張ってムキムキになろうかなって。前回のクマムシに影響されて最強のタヌキさんになれるようにトレーニングしてるんだ。最強のタヌキって下の女王みたいな存在ね。なんか言った？なんでもないわよ。でもその手に持っているもの、ダンベルの代わりに飲み物の入ったペットボトルを使っているのね。そうそう、ダンベル買っても続くかわからないから2リットルコーラで腕を鍛えてるんだ。でもしばらく続けてるのに全然筋肉つかないし体重も変わらないんだよね。それはまだ計測が足りないか運動量不足か。ごく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 。あ、それで話の続きはなんだっけ？たった今理由がわかったわよ。でも最強の変な生き物はクマムシだけじゃないわ。クマムシとはまた別の方向性の強さを持つ無敵で不死身の生物も存在するのよ。というわけで今回はプラナリアについて紹介するわ。プラナリア、なんだか昔にも動画にしてたような。以前にも紹介しているけど、あれから3年ぐらい経っているからね。今回はリメイクとして、より具体的に掘り下げつつ、ここ数年で新しく発見されたプラナリアの新情報についても紹介していくわ。教えてキツネさん。それじゃあ早速、プラナリアの写真を見てもらおうかしら。何この変なツチノコみたいな生き物。プラナリアは、変形動物門有望状態項3期長目に分類される生き物で、変形動物というグループの名前はあまり聞いたことがないかもしれないけど、ヒラムシ、コウガイビル、サナダムシなど循環器科や呼吸器官を持たない平らな形をしているのが特徴。プラナリアが分類されている3期長目の生き物は体表に繊毛と呼ばれる小さな毛が無数に並んでいて、この繊毛の運動によって渦が発生することから渦虫とも呼ばれることがあるわ。分類からなんだか変な生き物感がすごい。プラナリアとはグループの呼び名で、ナミウスムシ、ミヤウスムシ、ウミウスムシなどの種類に細かく分かれ、日本に多く生息しているのは、ナミウスムシと呼ばれる体長2から 2.5 センチのプラナリアね。大きいものでは、最大4センチまで成長し、淡水や海水、湿気の多い場所に生息しているわ。なんだかよく見ると、頭に目みたいなものがついてて可愛いね。ええ、それはプラナリアの目に当たる部分なんだけど、視力はとても悪いみたいで、光を感じてるぐらいの能力しかないのよ。確かに全然見たことも聞いたこともない生き物だけど、こんな小さくて弱そうな生き物が無敵で不死身の生き物ってどういうこと？プラナリアは体を真っ二つにされても死なないのよ。え、今なんだって？プラナリアは体を切断されても死なない。それどころか切られた分だけ体が分裂するのよ。完全にチート能力じゃん。ゲームでも絶対バランス崩壊するやつ。プラナリアの最大の特徴は並外れた再生能力にあるわ。一見平べったいナメクジのような見た目だけど、体を切られてもそこから再生して元に戻る。ある実験では頭に2つ切り込みを入れたら頭が3つに分裂したわ。ケルベロスかな。実験で体を100分割にみじん切りにされたプラナリアも100体に分裂したという逸話や、アメリカの遺伝学者の実験では279分割されても全部元通り再生したという記録があるわ。マジで不死身の生き物だ。例えばプラナリアを横半分、頭と尻尾に2つに分割したとすると、頭だけのプラナリアからは尻尾が再生し、尻尾だけのプラナリアからは頭が再生する。縦半分に切っても同様で、失った部位が形状を記憶しているかのように自動的に復活するわ。敵からで登場したら絶対苦戦するやつだ。その異質すぎる再生能力と見た目の可愛さから愛好家も多く、2020年8月にはニコニコネット超会議で200時間プラナリアを見守る企画が行われ、専門家の阿形教授と一緒にプラナリアを採集して名前を付け、切断して再生する様子が配信されたわ。名前を付けてから切断するってなかなかサイコパスなのでは？配信の中でプラナリアの生態や食事の様子、再生する過程など様々なことが紹介され、餌を食べる時には口元から咽頭と呼ばれる管を伸ばして食事することや、食べ物にも好みがあり、赤虫、魚レバー、豚レバー、鶏レバーを用意したところ、レバー類を好み、特に鶏レバーが好きで、食べ物によって体の色が変わることも分かったわ。切ったら切っただけ増殖するんだけど、漫画やゲームのようにすぐに分裂するのではなく、最初は
切られたことに気づいてない様子で、完全再生には数日を要するわ。ちなみにこちらは、縦半分に切られた直後のプラナリアの様子で、縦に切断した直後は左右のバランスが取れず、トグロを巻いてしまうのよ。なんかこれ、その、どう見てもうん。ほら、生き物に向かってそんなこと言っちゃダメでしょ。ちなみに分裂したプラナリアは、全く別のプラナリアとして再生するのではなく、分裂した個体すべてに、元の個体の記憶が引き継がれているそうなのよ。マジで隙がない完璧な分裂能力だ。1960年代に行われた研究では、光のある場所に餌を置き、そこで食事を繰り返した個体は、その後も、光のある場所を目指して餌を探すようになり、記憶できることを証明し、半分に切断して尻尾から再生して、新しく頭が作られたプラナリアでも光に向かっていくことが分かったわ。尻尾から再生したなら記憶しているはずの脳みそはないはずなんじゃ。そう、そこが一番の謎ポイント。記憶のメカニズムは、人間の世界でも解明されていない部分が多く、謎に包まれているんだけど、研究者は、プラナリアの記憶が、頭以外の別の場所にあるのではないかと推測し、体のあちこちに記憶を保存できる領域があると考えられているわ。でも、どうしてこんな尋常じゃない再生能力持ってるの？普通の生き物なら真っ二つにされたら死んじゃうし、常識外れというか。プラナリアの驚異的な再生メカニズムは、全脳性幹細胞に隠されているわ。全脳性幹細胞？全脳性幹細胞とは、一言で言えば、すべての細胞に変化できる最強の細胞ね。これがあれば、細胞が失った組織を判別して自動的に修復してくれるのよ。でも人間だって怪我したら放っておけば勝手に治るじゃん。確かにそれはそうだけど、人間は手や足がちょん切れて、そこから体が生えてくることはないでしょ。想像したらちょっとキモい。例えるなら、HP100 の状態から1ダメージ受けても、残り HP99 が1ダメージを回復してくれる。これが、人間の再生能力のレベルなんだけど、プラナリアの場合は、99ダメージ受けても、HP1 あれば、そこから HP100 まで回復するようなもの。細胞一つで、ここまで再生能力が変わるものなの？人間の場合、細胞ごとに役割が決まっていて、筋肉なら筋肉の細胞、心臓なら心臓の細胞など、いろんな個性を持った細胞が存在し、それらが古くなったり傷ついたりすると、その細胞の組織を支える幹細胞の働きによって、新しい細胞が作られて回復するわ。ただ、人間の幹細胞は、一度どの組織の細胞になるか命令を受けると、別の種類の細胞にはなれず、体の一部を失ったら、別の幹細胞を移植しても、その部位が復活することはないわ。幹細胞が人間の細胞を回復させてるんだね。しかし、プラナリアの持つ幹細胞は、どんな細胞にも変化できる柔軟性を持っているため、体を失っても頭を失っても、全脳性幹細胞の働きによって、完全に回復できる。これぞまさに、全脳の力を持つ全脳性幹細胞のパワーなのよ。知れば知るほど羨ましい能力だ。この能力は、プラナリアの他にも、ヒドラやカイメンなどが持っていることが分かっていて、医療に応用すれば、病気や事故で失った体の一部を全脳性幹細胞一つで復活できるかもしれない。iPS 細胞や ES 細胞も同じ理屈で、いろんな組織や臓器になる細胞として注目を集めていて、失った組織や体の器官を完全に修復して、体を元の状態に戻すことができるわ。でも、それだけ無敵で不死身な生き物だとしたら、地球全体が分裂したプラナリアで覆い尽くされちゃうじゃん。そうね、これだけ不死身なら、今頃自然界はプラナリアで溢れ返っていると思うわよね。生き物に関心のある人たちの間で、プラナリアの無敵っぷりはよく知られていて、彼らに弱点はないのか、どうすれば死んでしまうのか調べた人がたくさんいたのか。プラナリアの検索候補を見てみると、プラナリア、ミキサーなど、物騒なキーワードが出てくるわ。みんな、プラナリアに恨みでもあるの？でも実際のところ、プラナリアは不死身の生き物じゃないのよ。あ、ってことは、これまでの話も全部嘘なんだ。いや、ここまでの話は本当で、プラナリアにも大きく分けて、3つの弱点が存在するわ。まず1つ目は、潰されると復活しない。斬撃に強いのに打撃に弱いって、本当に RPG のボスみたい。プラナリアは、組織が傷ついたり細胞が切断されても、全脳性幹細胞のパワーで再生できるけど、細胞自体は圧迫されて潰されてしまうと機能しなくなり、復活できなくなるわ。これはミキサーにかけても同じで、ミンチ状になるレベルで細切れになってしまうと。
すべての幹細胞の機能が失われると同時に、神経も潰れて再生能力も失ってしまうわ。傷つけすぎたらさすがにダメなんだね。二つ目は、自分の消化液で死ぬ。おっちょこちょいすぎない。プラナリアは、餌を食べた直後やお腹いっぱいの状態で切断されると、切られた部分から自分の消化液が溢れ出し、それによって細胞が溶かされて死んでしまうわ。だから実験では、1週間ほど前から絶食状態にしてお腹を空っぽにするのが必須。再生するためには、ちゃんとした準備も必要なんだね。3つ目は、水質が悪いと死ぬ。ここまで不死身だと強調すると、あらゆる場所でも生きられるタフな生き物と勘違いされるけど、実際は、水質の悪い場所では生きられない、デリケートな一面も持っているのよ。意外と繊細？プラナリアは、環境指標生物と呼ばれる、水の綺麗さを示す生物として使われるほど環境の変化に敏感だけど、綺麗なアクアリウムの水槽の中に入り込むとたちまち繁殖してしまうため、多くのアクアリウム愛好家にとっては悩みの種になっているわ。なぜなら彼らは肉食性、小さな水生生物などを勝手に食べてしまう害虫とみなされていて、プラナリアを撃退する専用グッズも存在するほどなのよ。鳥の族にはなかなか厄介そうだね。他にも塩分濃度が高い場所、熱湯のような高温、酸素が全くないところでは生きられず、前回のクマムシのように、どんな極限環境でも復活できる生き物ではないわ。切られても不死身だけど、最強、無敵というにはちょっと繊細ね。こうしてみると弱点だらけなんだね。そんなプラナリアに関する実験で興味深いものも紹介していくわ。2015年、タフツ大学の研究チームが、プラナリアを宇宙に打ち上げたところ、奇妙な現象が見られたわ。前回のクマムシといい、研究者の中では生き物を宇宙に打ち上げるのがブームなの？打ち上げたプラナリアのうち、3分の2は、頭や尻尾を切断した状態にして、地球とどのように変化が出るのか観察することに、宇宙で5週間経過してから回収したところ、明らかな変化がいくつか見られたわ。どうなったの？頭が2つある個体が見つかったわ。へ？頭と尻尾、どっちにも目があるんですけど。研究チームが地球で飼育していた1万5000匹でも、こんなケースは見られなかったんだけど、ごく稀に、突然変異でこのように、両方から頭が生えてくることはあるものの、この頭が2つあるプラナリアを横半分に切断したところ、もう片方からまた頭が再生したわ。他にも、宇宙に行ったプラナリアの中には、明らかな変化がいくつか見られ、ショックで動かなくなったり、明るい場所から、暗い場所を好むようになったそうよ。これは、地球と違う環境が、再生に影響を及ぼしたと考えられるわ。地球が寂しくてホームシックになっちゃったのかな？ホームシックで頭が2つ生えたら嫌すぎるわね。ただ、無重力化で異常なプラナリアが生まれたのは、彼らの再生に関する大きなヒントでもあるわ。そうなの？プラナリアの再生能力の元になるのは全能性幹細胞であると話したけど、再生能力があっても、元通りの体を作る指示をどうやって出しているのかが謎だったわ。家の設計図はないのに、大工さんだけいる的な？そういう感じね。しかし近年、プラナリアの再生能力についての研究が進み、体の一部から必要な細胞を確実に作り出せるのは、細胞の番地が決まっているからと判明したわ。細胞の番地？例えばプラナリアの体に、頭を1、尻尾を10として、体に1から10の番地を振り分けるとすると、頭が切断され、1以外の番地を失うと、細胞が2から10番地がないから再生しようと指示を出し、尻尾の付近、9番地だけを切り出すと、1から8、10番地を再生するように指示を出す。このように、プラナリアの体には、細胞の住所や位置情報を記憶する遺伝子が備わっており、それを決めるのは濃度勾配。簡単に言うと、体内物質の濃度の組み合わせで決まっていることを突き止め、学習院大学理学部の阿形教授は、この能力を脳だらけ遺伝子と名付けたわ。脳だらけ遺伝子？脳だらけ遺伝子は、プラナリアの細胞の位置情報を決定する遺伝子で、上の写真は、正常な脳が作られたプラナリアだけど、下の写真は脳だらけ遺伝子が抑制され、位置情報が乱れて、体中に脳が作られたプラナリアね。体中脳だらけだ。この研究からもわかるように、プラナリアの再生は、体の物質の濃淡がとても重要であり、宇宙に行った際に、頭が2つのプラナリアが誕生してしまったのは、無重力空間で、体内の物質に異常な偏りが発生したものによると推測できそうね。点と点が結びついたぞ。
プラナリアの再生メカニズムについてはまだまだ研究中なんだけど、もし全脳性幹細胞の仕組みが解明されれば医療業界を大きく変えそうね。もしかしたら人間も分裂できるようになるのかな。それはそれで別の問題が発生しそうね。条件さえ揃えば捕獲や増殖が簡単なプラナリアは自由研究にも最適だから、興味のある人は一度捕まえてじっくり観察してみてほしいわね。でも話を聞いてたらプラナリアのことがもっと知りたくなってきたな。プラナリアに興味が出てきた人におすすめなのはこの2冊。切っても切ってもプラナリアは先ほど紹介した阿形教授が手掛けた最終から飼育再生実験を通じて論理的思考や観察の心得が知れる一冊で、プラナリアってなんだろうは高校の元生物教師が30年以上にわたって実験を続け14頭に分裂した驚愕の写真やプラナリアの秘密や魅力が詰まった内容になっているわ。これさえ読めば分裂能力が身につくかもしれない。もし分裂できるようになったら私に教えてほしいわね。キツネさんも分裂してみたいってこと？タヌキさんを真っ二つにして元通りになるか実験するのが楽しみだわ。ふふふ。あ、これ実験台にされるやつだ。